蘇の秋といえば雲海。皆さんは雲海をご覧になったことはありますか？雲海とは、山間部などで放射冷却によって雲や霧の層が広がる自然現象のことで、雲の海に山や谷などが島のように浮かんで見えることから雲海と呼ばれています。実際この時期、写真などをアップする SNS のインスタグラムでは、阿蘇市の雲海の写真がよく登場しています。こちらの雲海の写真を撮影した阿蘇ら食堂のオーナー奥村さんに、雲海の魅力や雲海を見るためのポイントなどについて伺いました。さて、やってきたのは阿蘇の玄関口、JR 阿蘇駅から山上へ向かう途中に右側に現れる阿蘇ら食堂。この食堂は阿蘇駅近くにあるゲストハウス阿蘇らの姉妹店として昔年オープンしたもので、昔あったユースホステルを改装して作られています。おすすめは玄米ご飯と旬野菜定食、税込み680円、自家製の味噌で作ったお味噌汁と2枚釜の圧力鍋で炊いたもちもちの玄米、たっぷりのサラダと阿蘇産の野菜を使った5種類のおかずがついてきます。阿蘇ら食堂はなんと朝6時にオープンします。この撮影の日も朝早くから島根県や広島県などの県外ナンバーのお客さんでにぎわっていました。皆さんも旅の始まりはこの阿蘇ら食堂から、美味しい阿蘇ご飯を食べてスタートしてみてはいかがでしょうか。では今回の目的の阿蘇ら食堂オーナー奥村さんに、雲海の魅力や見るためのポイントを教えていただきましょう。毎回その雲海の雰囲気とか空の雲の様子とか違うので、全く同じ風景っていうのはないんですよね。なので何回見ても飽きないです。でまたそんなにいつでも見れるものでもないので、そういったところも魅力の一つだと思います。まずですね、天気予報を見まして、で大体、放射冷却があると雲海が出やすくなるので、空が晴れてるか星空になってるかっていうことですね。で、前日と、朝早朝とで温度差が10度ぐらい開きがあるとか、であと 風ですね、風が、0か1ぐらいで、もう2ぐらいになっちゃうともう雲海が飛んじゃうので、そういった感じの条件を見て、であとは今阿蘇市が出しているライブカメラで確認していったりしますね。外輪山の方にいくつか展望所があるんですけれども、先ほども言いましたけど、阿蘇市の、ライブカメラですね、見てどこら辺に全体に雲海が溜まってればどこでから見てもいいんですけれども、その雲海のある場所が偏ってたりとかするんで、それを見ながら、あ、今日は東の方がいい、西の方がいいっていうので、雲海が取れる場所を探していきます。雲海見た後はぜひ、当店に立ち寄っていただけたらありがたいです。奥村さんが紹介してくださった阿蘇広域観光連盟のサイトでは、3カ所に設置されたライブカメラでリアルタイムに雲海をチェックすることができます。ぜひこのライブカメラを利用して、皆さんも阿蘇の雄大な雲海を見に来てください。